プリンスロイヤルはイングランド海軍の55門ロイヤルシップ。ウリッチ交渉でフィニアス・ペット一世により1610年に浸水した。1641年、プリンスロイヤルはウリッチでピーター・ペットの手により70門間に再建造される。イングランド共和国の時期にはデゾリューションと改名され、第一次英乱戦争のほとんどの海戦に参加した。 レゾリューションは1660年までに80門館に改装されていた。王政復古と共にプリンスロイヤルに艦名を戻し、1663年にはブリッジ交渉でフィニアスペット2世により92門一等戦列館として再建造された。4日開戦中の1666年6月3日に降伏する。 プリンスロイヤル第二次エーラン戦争中の1666年、プリンスロイヤルは、ジョージアスキュー帝徳の帰還として4日、開戦に参加する。だがその3日目にプリンスロイヤルは座礁し、オランダの河川に迫られる。すると上院はパニックに陥り、アスキューは、コルネリストロンプ提督への降伏を強いられた。その後、ミヒールデロイテル帝徳は、プリンスロイヤルの焼却を命じたが、これは、 捕獲艦が奪還されることを防ぐためのオランダ海軍の一般的な方針である。AB ラボリーシップスオブザラインボリューム1 P158AB ラボリーシップスオブザラインボリューム1 P159AB ラボリーシップスオブザラインボリューム1 P161 ありがとうございます。